あれハンマーブロス？もしかして。めっちゃ豚みたいなんやけど。昔のハンマーブロスってあんなんやった。あー待って見えなかった。ハンマー来た今。すいません、悪口言いました。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は赤キノピオの言うことを聞いていきますか。はい。マリオさん、折り入ってお願いが。何でしょう。親方に聞こえるとあれなので。なんでみんな親方に聞こえんように作業していくん。重たい石材よっこらしょ。作業が行き詰まっとるってことを知られたらいかんってことか。親方の見積もりが甘く、階段を作る石材が足りなくなりました。親方が言うには、この砂漠の石材じゃないとダメなようで。Y でも持ち運べるんですが、重くて、持ってきてもらえます？赤キノピオ。石材を持ったままゴール。うん、なるほど。あ、なるほど。親方のミスで、いろいろできになっとることを、親方に気づかれんように、クリアしていきよるってことや。それではよろしくです。親方しっかりして。重たい石材よっこらしょ。石材を持ったままゴール。うん、頑張ろう。これか。さあ、あとはゴールを目指すだけ。ジャンプ引く。は。石材は持っとるけんかな。ジャンプ引くすぎるやろ。はって。いや、無理なんですけど。あー、ちょっと待って、やめて。来ないで。ふぅ、びっくりー。ま、でもとりあえず、あれか？その辺に置いて、あ、へぇー。びっくりした。は、ていった。よし。オッケーオッケー。もっとびっくりー。あー、石材ごと持ち上げてくれるとか頼もしすぎるー。あ、もうゴールやん、これ。やったー。えい。ワンナップ。これはちゃんと石材持ったままよね。大丈夫よね。ここで離れたけど。自動やし。何？しゃがんだ？めっちゃ簡単やったよ、ここ。21枚、やば。ま、でもこれで。あ、あれや。階段部分ができた。あ、なるほど。これで上に行けるようになったってことや。階段ができて。君は？聞いてください、マリオさん。親方がジュゲムの雲を。おっと、親方に聞こえたら面倒なので身を貸してください。ほい。ジュゲムの雲で気分はヘブン。親方。親方が西海を渡るためのジュゲムの雲を取ってこいって言うんです。全く気の乗らない仕事はすぐ丸投げするんだから。てなわけで、ジュゲムの雲を取ってきてもらえます？いや、それは君が受けた仕事じゃないの。緑キノピオ、ジュゲムの雲に乗ったままゴール。ジュゲムの雲に乗れるの。ありがとうございます。それではよろしくです。楽しそう、ちょっと。ジュゲムの雲で気分はヘブン。頑張りますか。これか。え？待って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 。いや、待って待って待って。時間、20秒しかない。マジで？ってことは短いんや。え、なんか逆に難しそう。ちょっと待って。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、何？ A で浮くのか？ A で上に上がる？ちょっとわからないんだけど。Oh, yeah. はぁ、あ、あ、浮かないのか。普通にスティックでいいの？これで、ちょっと待って、動きすぎじゃね？難しいんだけど、操作。てか、ゴールは、待って、ふわふわ動きすぎなんだよ、君。ミス、あっという間に。え、むず。Oh, yeah. チャレンジします、私が。ジュゲムの雲で気分はヘブン。ジュゲムの雲に乗ったままゴール。よし、来い。ひえー。なんなん、これ。あ、あっこに。これ下から、下からはいけないっぽい。めっちゃトゲだらけやん。はぁ！ちょっと待って、これ下に行けばいいんやね。下に。ちょっと待って。これで、ちょ
て安全なところから行きたい。ふわふわ。あ、あそこの10個芋取りたいし。待って、こっからでも行けるんじゃ。ああ。怖い、ちょっと通り過ぎて早く。ああ、取れない、無理あれ。ちょっと待って。あ、雲が消えす。マジで5秒前から消えるの？じゃあ私はあれだわ、もう。下の方でもいいから、ちゃんと捕まる。はよ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 。はよー。もう全然、間とかじゃなくて。よし、これでいい。それ、今、あれよね、お尻に刺さったよね、トゲ。いやー、こんな短い面にも苦労するとは。でもこれでジゲムの雲オッケー？ 6 コイン、やば。これで移動できる？オッケー？おー、渡ってる渡ってる。乗る。均等運的な感じやね。はあ、これでちょっと進んだね。さあ、じゃあ、あとは、この三人の言うことを、お願いも聞いたし、普通にストーリー進めていこうか。もっとコインがいる。なるほど、頑張ります。今のお願いはこんな感じです。ああ、なるほど、そういう感じね。探検、ファイヤークッパクラウン。ファイヤークッパクラウン？また動かすの？クッパクラウン。ファイヤークッパクラウンも置いたし、探検の準備はバッチリだ。Y を長く押したら出るファイヤーで、硬いブロックも壊せるしな。と思ったが勇気が出ない。誰か代わりに行ってくれないか？孤高の探検家。探検家しっかりしてくれる。では、お気をつけて。まず、操作の仕方は前と同じかな。Y 長押しで、硬いブロックを壊す。行くせー。どこ？ファイヤー。ね、クッパクラウンはどこの？あった。あ、すごい、こういうデザインなんやね。あ、これで、ハーピー。はっ。おー、気持ちいい。その音いいね。でででで。めっちゃいいやん。待って、巨大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 。来い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 。でででで。あれ、ハンマーブロス？もしかして。めっちゃ豚みたいなんやけど。昔のハンマーブロスってあんなんやった。あー待って、見えなかった。ハンマー来た今。すいません、悪口言いました。まだなんか、やめて。この先にもいりますよね、やっぱり。あー、ジャンプをしてしまった。何をやってるんだ、せっかくやっつけたのに。ちょ、決して私はジャンプなどしないように気をつけます。怖いよー。お？ちょ、待って。はい。ちょ、助けてー。お、ここが中間。これは？え？何？シャキーン。頭に被ったんだけど。あ、これ落ちる？あー、びっくりした。はい、いや、びっくりした敵かと思ったよ。でいでいでい。よいしょ。は、君らちょっと炎吐いて危険だからやっつけとくわ。人のこと言えんけど。自分も吐くけどな。あー！なあ、ちょっと待って。ああ、私の硬い殻に覆われた帽子がお亡くなりになってしまった。あ、降りた。危ね。君たちは一体誰だい？は、やめてよ。何君ら。ちょ、怖いんですけど、怖いんですけど。ちょ、待って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 。そして、これを落とすことはできないっぽい。あ、もういいぞ、いいぞ。は、は、よし。あ、あそこにもあるやん。何、予備？予備？は、ワンナー。ちょっと待って。はい。とりあえず別にこれで行ったんでいいよね。火を吐かないでください。痛い。
ああ、せっかくのファイヤーが。へえ、どんどんちっちゃくなってく、私。どんどんちっちゃくなってくよ、私。あーくわー、やってしまったー。そうか、でも中間を取ってる。この帽子を次はなくさないよう。行くぜー。よし、完全防備やね、私。行くぜー。おっと。よいしょー。へいへい。怖い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 。あっと、危ねえぞ。とりあえず炎が怖いので先にきっちりとやっつけておきます。あっ、危ねえ。あくっ、いけ。よし、あと一匹やね。はっ、よし、いいぞ。そしてちょっとそこの、そこの、はっ、よし、ワンナップ。オッケーオッケー。もうなんならこの辺無視していってもいいぐらいな気がするけど、やっつけていきながらにしよう。炎がそのうち当たったらすげえ怖いんで、ちゃんと安全を確保しながら行きたいと思います。怖いよ、ドッスン。いやー、おお、すげえすげえ、頭が守られた。へいへい。あー、いた。あー、びっくりした。怖い。あ、ちょっと待って、これさ、乗って、あ、なに、どこから飛んできてんの、あのトゲ。いた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 い。あ、よし、10コインゲットー。よし。あ、なんだかすごく平和な世界。お、めっちゃ低い位置やけど、まあいいや。何を眺めてるの？イェイ。さあ、あとどれくらい必要コイン。お、作れるものが、やっと進む。新しく作れるものが増えましたよ。西館2階、東階に、東館2階。じゃあちょっと、東から作ろう、なんとなく。じゃあ本当に作っちゃいまーす。はい。オッケー、それじゃあ工事スタート。ふう、一気になくなってく。4段階必要なのか。東館2階の工事始まりました。じゃあどんどんお願いを叶えて工事を進めましょう。新しいお願いが6件も増えている。マリオさん、新しいお願いが来ました。スネークブロックで空の旅、難しさ2。ふんふん、スネークブロック、あのくねくね伸びていくやつかな。叩いたらスネークブロックの教習所を作ってみたの。スネークブロック初めてならここで練習してみるといいよ。あなたもスネークブロックの魅力に取りつかれちゃうかも。スネークブロック好き女子。スネークブロック言いたいだけな気がしてきた。それではよろしくです。スネークブロック教習所とは。スネークブロックで空の旅。よーし、頑張っていきますか。こういうやつか。私が思っとったやつは違っとった、ちょっと。思っとったのとは全然違った。いやー。なるほど。でもこれ、とりあえず乗ってゆったり過ごしとけば、うっと、これの通りに進んでいけばいいってことやろ、別に。あー、びっくりした。まあ簡単にゴールはできそうな感じよね。なんだ、どう行くんだ。ちょっと待って、これ私ミスったー。上に登っとかんといかんかったー。一回ミスったら終わりやね、これ。なんだ、どうなっていくんだ。よしよしよし。これで？ああ、なるほど、こういうことか。あ、ちょっと全部は取れんかったな。あ、あそこゴールやん。行って行って、来い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 。
もう行っていいんじゃない？一番下やけど一番下やけど、ふぅ、とりあえずきっちり乗っておけばクリアは簡単。敵が出てくるわけでもなかったしね。いい感じだわー。はい、一段階。今のお願いはこんな感じです。丸々ジャンプで跳ねまくれ。丸々ジャンプ。私所有のアスレチックコースに丸々を置いたの。最後までたどり着けばご褒美を差し上げるわ。ただし今までゴールできた人はいないですけどね。気まぐれな金持ち。え、ゴールできた人いないの？無理やろ。丸々って何？それではお願いします。それは名前を隠すための丸々？丸々っていうものなの？丸々ジャンプで跳ねまくれ。アスレチックか。これ丸々って言うん。え、待って、これは、あ、そういう感じ。えい、ちょ、はっ、怖すぎ。やったー、なんかヘルメットかぶった。ちょ待って、怖い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 。なるほど、そういうことか。頭守られとんや、これで。いや、取れた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 、ヘルメット取れたよ。取れちゃったよ。ちょ待って、危険すぎない？うー、あっぶねー、頭刺さるー。え、ちょっと待って、はあ、あー、そこの調子に乗らずに。はい、無理、着地点が無理。あっぶない。ふう、めっちゃ指に力入るんよね、これ。で、あぶなー。ふう、と、待って、掴んで早く、ちゃんと。ふう、待って、これ強制スクロールのよね。はい、ちょっちょっ、あー、ちょっと待って、無理や。ちょっ、あ、そっか、今の大丈夫やったんか。一回失敗しただけやったけん、とりあえずまだ生きてる私。はっ、でいあー、なんとかゴールできた。ふう、つら、もっと続くかと思った。ふう、なんとか、なんとかクリア。お、半分進んだ。ほい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ということで、いや、結構めっちゃ進んだ気がする、多分。多分いい感じに、まあ、でもまだ 29% しかできてないけんね。頑張って仕上げてこう。